範囲外だと風切り音は聞こえるが、フェーズオフとか、心音範囲内では聞こえない。風切り音は、心音はもちろん聞こえるが、5時の自宅を見つめ直そう。あの時を思い出して、やられたキラーほど心に残るだろう。あ、レイズ・ゴーストベース・リージョンは、発電機が回っている有利な状況ならやる。あべ。でも頑張ったけどね。けど頑張ったけど。あ、俺も練習。こういうチェイスの方も強化していこう。普通の成功法で勝つことはできるけど、もうちょっと進化させるべきだよな。知らなかったことっていうか、知ってたようで知らなかったことをもう一回思い出せるからね。あ、いいよ。面白いからやりましょうよ。送るかもよ。どうすんの、ボールを。これは早く直さないとやべえんだわ。鬼の需要ってもう、どこで戦ってたんだ、俺。手が腹立つ。鬼も血のたまるって負傷人士がたまるの。誰か負傷から全員治ってればたまりにくいのが。俺がやってると全然血がたまんないよ。負傷させられないから。ですから逃げないことなんじゃないかな、多くの人に。こう一年目はね、あ、今の猫と一年目の猫は違うよ。本当に一年目の猫は敵から避けるために、接近、会いたくないために使ってたけど、今は別に、あったらあったでしょうがねえかなって思って割り切って使ってるよ。どうやって使うんのかよ、こんな。ここも合わせたらぬる系だったじゃねえかよ、もう。何も言ってもなかったの。いいよ、スイッチ。変わりよ。透明。最悪モレルって言ってる。これが2人ができればな。この4代目がかなり大事なんだけど、やられた時なんだよ。モレルがやられた時に、この2人のどう動くかなんだよ。4代目を回さないと勝てないよ。証明する苦痛は俺味わったよ。スイッチに関してはわからん。あそこ回せれば勝ちなんだけど、モレルが来ちまったからな。もうあと回すか。あらず続いて向こうに行ければいいだけだから、この
手を払う。こうしようって引っ張ってて見えねえよ。ここじゃないんだわ。小屋なんだわ。気になるのは。誰も気がつかねえだろ。能天気だもん。こんなのもう発電機触るわ。状況把握ができてねえんだわ。全体を見通す力がねえんだわ。発電機触んなきゃいけないっていう、もう危機的な状況だってことをわからねえんだ。あれ来るからな。はい、やってくる。これが勝負センスなんだよ。二人に言うと、救助してるのはセンスじゃないんだよ。逃げなんだよ。デッドバイからの発電機回すやつがエースなんだよ。デッドバイのこれでチームを勝たしてんだよ。何度も世界的エースがいるんだよ。エースができてるかできてないかで決めてるんだよ。ダメなんだよ。ヒロちゃんってのはもう発電機を回すってオフェンスの能力、そして発電機を回させる能力、どちらも長けてんだよ。これがヒロちゃんってやってまいります。全体を見通す力がない。発電機を回せるんだ。全体を見通す力があればあそこの発電機にたどり着く。何個のうちの発電機で俺が回してた発電機にたどり着く。それがセンスだ。ここを回せば勝てるってわかる。一目瞭然で救助に行ってる暇なんかない。このゲーム、これがヒロちゃん。鮮やか。ヒロちゃんがいれば見違える。チームが変わる。ヒロちゃんがチェイスができたらもう鬼に金棒。鬼だけに鬼に金棒ですよ。うん。これは本当にゲームのあの声の人なのかね。エイダとかレオンとかレベッカ。あ、つまりゲーム内の音の人だよね。さすがにゲームの音だよね。さすがにゲーム内の。ヒロちゃん、エース序盤の試合、大事村人になっても戦うべき時は戦った方がいい。別にヒロちゃんが逃げる相手でもない。ヒロちゃんは全キラーとも戦える。別に、あ、僕の戦い方は問題ないって言ったの。キラーの釣りペースが早い場合はもう無理だってだけの話。